本日午前10時に娘が生まれました。ひろきさんお祝いもお願いします。あ、おめでとうございます。今後娘が小宮家で生きていく上で経済的幸福度等で成人するまでにどのような教育を家庭内でしていけばいいと思いますか。日本で行くとそれなりに勉強できた方がいいと思うんですけど、勉強は結構遺伝の要素もあるので、日本で生まれた女性が幸せになるので一番そのコスパがいい要素でいくと愛想がいいっていうのだと思うんですよね。その女の子って実際の顔形が可愛いかどうかよりそれなりのその見た目とか表その髪型だったりスタイルだったり表情だったり喋り方だったりっていうところで結構評価が上がるんですよ。でめちゃくちゃ頭がいい女の方より愛想が良くてそれなりな仕事を多少やりつつ稼げる旦那さんを捕まえてる人の方が幸せそうに見えるんですよね、日本。